皆さんどうもこんにちは。ステイホームエアラインズのフライトです。本日もステイホームエアラインズのチャンネルへようこそ。初めてお会いする方も、いつもお世話になってる方もね、いつもありがとうございます。今日はですね、787の機材を使って、マイクロソフトフライトシミュレーター2020ですね。これのチュートリアル動画と言うまでもないかもしれないですけれども、どのようにね、この機体を飛ばせばいいのかね、解説していければというふうに思います。非常にね、景色、グラフィックスが綺麗なゲームでして、ただ、それと比べてしまうとどうしても機体の再現性がね、まだまだ操作できないところが多かったりですとか、機体挙動とかね、前作までプレイされた方、エクスプレインプレイされてる方々はね、ちょっとハテナマークがついてるところがあるというのが正直な感想かと思います。IFR では飛べないっていう声も聞こえてきて、まあ私もね、まだまだIFR するには足りないものが多いかなとは思いますけれども、じゃあこの機体で IFR で飛んでいくにはどうしたらいいのかなっていうのも含めて、チュートリアルとやっていきたいと思います。ハンガーの映像ですが、非常に綺麗ですよね。これ、それずっと見てるだけでちょっと楽しくなってきちゃいます。では、進んでまいりましょうかね。ホーム画面ですね。ワールドマップに行きます。まあ、初心者向けということで、ルートのセットアップもここでやっていってしまいましょうか。まず、機体ですけど、787-10。塗装はなし。ウェイト&バランス。東京、大阪でね、やってみようと思います。国際線も飛べるような機材なんで、重量もっと軽くていいですね。40%ぐらいにとりあえずしておきます。シムブリーフなどでね、計算することも可能だと思いますので、もっと本格的にやりたい方は計算された値を入れていいと思いますけれども、初心者の方でもね、割と簡単に飛ばせるようにということで、40%でとりあえずやります。これでも多いぐらいですね。フェリアーズは故障の設定で、一応全てオフになっているのを見ておいた方がよろしいかと思います。ATC オプションはですね、コールサイン。テールナンバーはまあお好みですね。コールサイン。これは大体のものを読んでこれもらえるそうです。私、ステイホームと入れさせていただいてます。ライトナンバー13便ですね。これもお好みです。機体のセット OK ですね。では、出発地、東京にしますね。目的地、大阪で入れます。出発地、東京のゲート、まあ、このマップで見た方がわかりやすいのかな。国内線運航なんですけど、スポットに110番でもよろしいですか。あとね、787-10のちょっとウィングスパンとかがわからないんで、私。国内線があって結構狭いらしいんで、通れないところがあるかもしれないです。ちょっとその辺の知識がまだ足りないんですが、ね、国際線側の方で使いたいと思います。大阪は、とりあえず、まあ、ゲートは何も入れなくてもいいですかね。何も入れないデフォルトの状態にしておきます。で、ここからルートを作るんですが、飛行機の下の部分ですね。ここのタブで、IFR、ローアルチュートとハイアルチュートのエアウェイズがね、それぞれ選べます。このまま何でもいいんですけれども、ローアルチュートにしましょうかね。で、距離が短いんでね、巡航高度そんなに高くまで上がらないので、ローアルチュートにしておきます。ディパーチャーをじゃあ16ライトとして、16ライト、ラクサス・トゥ・ディパーチャーという出発選手ですね。これをまず選びます。大阪の到着が、生駒イーストアライバル、ランウェイのアイレスの3、2レフトですね。こんな感じで入れていきます。FMS のね、CDU のセット、FMS とセットアップは似てますよね。出発経路と到着経路行って、そのルートをね、あ、これ自動で引っ張ってきてくれますけれども、出発経路、到着経路入力すると自動的に、経路を引っ張ってきてくれるんで、まあ、これで実際と同じ経路かな。高台、高台、未来、アベノイカマ、そうですね。こんな風にルートを作ることができます。あとはお天気ですけどね、フライトコンディションズはまあお好みです。今日はオフラインでやりますね。AI トラフィックもなしでやります。ウェザープリセットなのかな。まあ、好きな天気でよろしいかと思いますけどね。
完全のピカピカの晴れよりもちょっと雲があったぐらいがいいですかね。フュークラウズ。天気はまあお昼の時間帯というふうにしましょうか。これで一通りセット OK です。そのままフライに進んでいきますね。ロードに少し時間がかかりますので、飛ばせる方は飛ばしていただいて大丈夫です。大体読み込み時間で1分半、2分かかんないぐらいかで、読み込んでるかなというような印象ですけれども、マイクロソフト情報によると、長い路線を飛ぶ設定をすればするほど、ロード時間が長くなり、機体を読み込んだ後もね、さらに時間がかかる傾向があるというふうに、聞いてます。まあ、それだけね、大容量のデータを通信で扱っておりますので、まあ、どうやら一部事前にダウンロードしていく方法もあるそうなんですけど、私はまだ試しておりません。非常に景色が綺麗なゲームなのでね、VFR やるのは最高ですね。これで IFR がね、本格的にできるようになったら、本当に楽しいと思います。なので、このゲームの中で、現状787という飛行機を使って、IFR をやるためには、どうしたらいいのか、というような内容になりますので、実際に787を飛ばすという意味合いとはちょっと違います。本物の787を飛ばすという意味とは違いますので、実際の運行とは全く関係がございません。そちらご了承ください。とで、機体の読み込みが終わりましたけれども、まだデータのローディング中はね、なんとなくこうテクスチャが雑な感じがね、あります。いずれ落ち着いてきますので、このまま進めていきますね。では、レディートゥフライ。コールド&ダークポジションになっております。全く何も機体に電源通ってない状況ですね。視点移動は、皆さん設定されてる通りかと思いますが、まずアッパーパネル見ましょうかね。最初にやるべきは、エレクトリカルパネルのバッテリースイッチオンにすることですね。バッテリーオンにすると、エクスターナルパワーですね。外部電源がもう勝手にアベールになってますので、これ全部オンにしましょうか。とりあえず。そうすると、機体に電源が供給され始めます。もう計器に電源が回りましたね。はい、では、APU スタートします。APU セレクターをスタートの位置に回して、離すとオンの位置に行きます。スタートするまでしばらく時間がかかるんでね、このままにしておきましょう。その他ね、オーバーヘッドパネルって触れるのが非常に少なくて、IRS 関係のパネルもダメだし、ウィンドヒートはまあね、一応プライマリーのスイッチが全部連動しちゃってるんですけど、触れます。ハイドロパネル、油圧関係のパネルは触れません。ライト関係もね、オンのままです。客室のサインもイノップですね。APU ファイヤーですとか、カーゴファイヤー、エンジン EC モード、スターターセレクターはね、触れます。エンジンスタートするときに使えます。フュージェッションで、エンジンじゃないですね。燃料投棄する際に使うスイッチで、まあ通常使えません。これはフュールポンプのスイッチですね。燃料タンクの燃料ポンプオンにするスイッチです。アンチェイスは通常オートポジションにしておきますので、全部オートポジションにしておきましょうか。ロゴライトとウィングライトはオンオフができますね。まあ、ロゴライトは主に夜に使うものだと思います。ランウェイタウンフライト、タクシーライト、ストロボライトもオンのままなので、白くチカチカしたのがつきっぱなしです。エアコン関係は特に触れませんので、このままでよろしいですかね。APU が回るとですね、ケーキの表示が確かこの機体出ないんですよね、このゲームの中では。で、APU ジェネレーターをね、オンにしてあげれば、これで電源回ってるかな。ステータスディスプレイとかがね、見れないんですよね、何にも。はい、じゃあ続けてまいります。オーバーヘッドパネルは OK で、ケーキもね、ちゃんと表示されてますね。これが姿勢ですとか速度、高度。この上はオートパイロットのモードを示すケーキですね。今、トガトガというふうになってますけれども、離陸の、リファレンスですね。フライトディレクターをオンにします。そうすると、ここに、マゼンタのラインが出てきますね。十字のバーです。
これがフライトディレクターですね。あとこの辺で見るものは、システム系はね、全部見れないんですよ。フィエルだけ見れます。燃料だけ。あとは全部イノップですけど、あ、これからアップデートされていくかもしれません。まあ、ND とかでいいんじゃないですかね。タクシーする上ではね、マップも出てますので、非常に参考になるかなと思います。エンジンスイッチは触られるかな。エンジンスタートするときはね、エンジンの、状態をすべて確認するのに出した方がいいですけれども、通常は消しておいていいと思います。何か不具合があるとね、勝手に出てくるようになってますんでね。はい、キャンセルリコンも触れなかったのかな。はい、MCP はとりあえずオートスロットラムスイッチが入ってること、速度は後で見ますね。オートパイロットのディセンゲージバーが上になってることを確認しておきましょう。ヘディングはだいたいイニシャルヘディング、今日は16、ライトから上がりますんで、滑走路を157度にセットしておきますね。VS とフライトパスの設定、高度はまあ管制官の指示聞いてからのセットでいいんですが、ラクサスとディパーチャー、最初2万フィートだったかな。2万フィートにセットしておきますね。このアルトカウンターがですね、ちょっとややこしくて、奥のノブを回すと1000フィート単位です。手前のノブだと100フィート単位で回せます。本当は奥のノブはオートと1000なので、1000フィート単位で高度を変えるか、100フィート単位で高度を変えるかの、セレクターノブのなんですよ。ですが、ちょっと実機とは異なってね、使い勝手が変わってますので、他の機種ですね、クオリティウィングスなどの787使っている方はちょっとご注意が必要かなと思います。はい。あとはギアがダウンでオートブレーキですね。これは RTO に設定をしておきます。離陸中断した時にね、自動的にブレーキがかかる設定です。まあ、FMS を見ていきましょうかね。最初はこんなページになってます。アイデントページですね。機体のモデルとかナビゲーションデータ、エンジンの型式などが書いてあります。ナビゲーションデータね、デフォルトのものしかまだ使えませんので、とりあえずこのままでいいです。で、ここのポジションイニットページ、イニシャライゼーションページっていうのが、右側の四角の一番下、これが押せますので、ポチッと押していただくとポジションイニシャライズページに行きます。ILS がね、触れないんで、これ入れなくても多分飛べると思うんですけれども、リファレンスエアポート、現在いる空港、RJTT ですね。ゲートが110番に止まってるので、110番というふうに入れましょうか。そうすると、そのゲートのね、ナブデータ上に登録されたラットロングは、緯度経度か、緯度経度がここに表示されるんですけど、まだその機能がございませんので、一応 ILS のポジションですね。GPS ポジション、ここをクリックすると下に自動的に引っ張ってくるので、そのまま下に移してあげるイメージで、IRS 管制後方装置の、まあ、初期位置ですね、ここを入力してあげます。で、また一番下の四角を押してあげると、今度ルートページというところに飛びます。さっきのね、ワールドマップのところで、ルートを事前に設定した場合は、ここに全て出てきます。これからね、本格的にやりたい方は全てこれ手打ちでやっていただければというふうに思うんですけれども、うまく入らないことが常々でございます。なかなかね、私も苦戦しているところですので、しばらくはまあそこで設定せざるを得ないのかなと思ってます。無理やりセットすることも可能ですけれども、一回間違えてしまうと、イレースするってことはどうやら今できる機能がついてないので、リセットせざるを得なくなりますんでね。まあ、ワールドマップから最初セットされるのが無難かなというふうに思います。で、ここはね、最初の1ページ目は全て入ってます。1分の3っていうのはルートページが、3ページまであって、今1ページ目を拾えてるという意味ですので、次のページに行きましょう。次のページに行くには、ここの NEXT を押すか、こちらの NEXT ページというのを押せばいけます。はい。先ほどね、選択したルートが入っています。3分の2なんで、もう1ページありますね。ヤンキー546で大台までになってます。先ほど到着経路まで入れたので、本来ここ到着経路が反映されてるべきなんですが、どうやら入らないようになってます。バグなのか、意図的なのかはちょっと不明ですけれども、本来なら入るものですね。じゃあ、ちゃんと選択されてるかどうかを確認するにはどうするかっていうと、このディパーチャーアライバル、デップアライバルっていうところを押していただくと、
デパーチャーアライバルインデックスというページに飛びまして、これの到着ですね。大阪のアライバルの方を押していただくと、今何が選択されているかがわかります。イコマイーストアライバルのアイレス3、2レフトというふうになってますので、ああ、ちゃんと入ってるんだなっていうのはこれで確認されます。セレクト、セレクトになってるんでね。もしセレクトされてない場合はね、選択可能なスタート、アプローチがバーッとここに出てますんで、ちゃんとしたものを選択しなければいけなくなります。はい、ここまで確認したら、じゃあレグページというのところに行きましょう。このレグというところを押してください。これが4ページ目まであって、ずーっとカチカチカチってやるとルートが入ってるんですけど、このレグページには先ほどの到着経路がですね、ちゃんと入ってます。ただ、どんなスターなのか、どんなアイレスの経路なのかはですね、先ほどの、デパーチャーアライバルインデックスのところから見ないとわからないですね。ただ、これはウェイポイントの名前が並んでるだけですので。あと、今まで SIM プレイされたことある方、ここの高度とスピードの表示がね、結構左右逆だったりとか、数字がね、あべこべだったりとかね、するんですけれども、ここはあんまり気になさらないでください。VNAV の機能については、今のところはあんまり使い勝手がよろしくありません。今後アップデートされるかと思います。不具合に関しては随時ね、私の方からもマイクロソフトに伝えてますので、今後のアップデートに期待いたしましょう。では、レグページでもね、最後がランウェイ3、2レフトになっているのを確認できましたので、もう一回このイニシャライゼーション、リファレンスページ、イニットレフページというところに行きましょうか。そうすると、さっきの画面、一番最初の目次みたいなところに行きます。どこを押せばいいんだっけなっていうふうに迷った場合は、このイニットレフページを一回押して、最初に戻っていただいた方が、やりやすいですかね。レグページのレグの確認まで終わったら、この左側の上から3番目、パフォーマンスというところを押しましょう。パフォーマンスイニシャライゼーションページというところに飛びます。ウェイトもね、事前に設定しておけば勝手に入ります。グロスウェイト、これは今のウェイトですね、42万6300。燃料とゼロフィールウェイト。本来はね、ゼロフィールウェイトを入力させて、機体が検知した燃料量がここに出ていて、でそこから現在のトータルの重量が勝手に出てくるというふうになってるんですけれども、デフォルトでここに数字が入るようになってます。リザーバースっていうのは、ここは通常運行する場合は必要な数字ですけれども、わからない方は入れなくても結構です。だいたいね、飛行機が30分飛行可能な燃料量プラス、目的地に降りなかった時に代わりに行く空港までの燃料を足した値をここに入れておきます。例えば、8.5、8、間違えちゃった、こっち、8.5、まあ、何でもいいや、ごめんなさいね、8.5とかをここに入れましょうか、リザーバーズ。そうすると、この飛行機が今、向かっている先の空港に着陸するときに、この8.5っていう燃料を下回りそうになったら飛行機が警告を発します。燃料が足りませんと。代替飛行場、代替飛行場、オルタネートエアポートに行くにあたって必要な燃料が足りなくなりますよというような警告を発します。ですので、入れてもいなくてもね、ゲームの中では結構だと思いますけれども、気になる方は入れてみてください。コストインデックスを80にしますね。これも SIM ブリーフなどでね、計算していただくと、値が出てくるかと思いますけれども、このシミュレーターのゲームの中ではね、このコストインデックスが実際どれだけ、精密に再現されるのか、ちょっと私もまだ、検証しきれておりません。私は80ぐらいにしておきますので、参考にですね、使われる方は使ってみてください。このスピードを上げれば上げるほど速いスピード、ごめんなさい、ここの数字を上げれば上げるほど速いスピード、下げれば下げるほど遅いスピードですね、というふうになります。ざっくりとですね。はい、続いてクルーズアルト、2万8000フィートぐらいにしましょうか。だいたいそれぐらいで大阪行きは飛んでますね。クルーズ CG は打ち替えられますけれども、 CG を計算する機能はまだ実装されてないので、とりあえずこのままでいいです。で、ネクストページ行きましょうか。ここでスラストリミットですね。離陸と上昇に使う、エンジンパワーの、ね、出力を選びます。ここはアシュームドテンパーチャー、フレックステンパーチャーとも言うんですけれども、仮想の温度を入れることで、温度が高ければなればなるほどエンジンの出力って下がるんですけれども、
仮想のね、温度を入れることでエンジン出力を抑える機能ですね。デフォルトで20が入っちゃってるんで、そのままでいいです。で、あとは離陸性能ですね。これはトップキャットとかいろんなアプリケーションね、用いて計算することができるんですが、わかりにくいと思いますのでね、そんなに気にされなくていいです。デフォルトで入ってると思いますので、デフォルトのままでよろしいんじゃないかなと思います。離陸するときにね、常に最大出力で離陸するんではなくて、重量が軽い場合はエンジンの出力を下げて離陸していきます。まあ、騒音の問題だとか、燃費の軽減だとか、あとはね、エンジンが長持ちするとか、そういうメリットがありますね。デファルトのままでネクストテイクオフ。ここのフラップ127ノットと入ってますけれども、これはどうやらバグのようですね。通常は離陸に使用するフラップをここに入力します。今何も入力できないようになってますので、やむを得ずこのままですね。今日はフラップス15を使っていきますね。15度で上がっていきます。多分ね、フラップを下ろすとここが変わると思うんですよ。なのでまた後で見ましょうかね。エンジンアウトアクセラレーションハイトはとりあえず触らず、スラストリダクションもテイクオフスラストからクライムスラスト、上昇の出力に切り替わることですね。1500フィートで入ってます。とりあえずそのまんま。あとは性能を細かく計算する上でね、データを入力する場面なんですけど、これもまだ入れられませんので、とりあえずなしで OK です。CG も入れられないですし、トリムの値も計算できません。ただし、この視点移動にですね、EFB が一応あるんですよ。触れないんですけど。なので、いずれこれ実装されるんじゃないかなと思って、非常に私は個人的に楽しみにしています。では、じゃあ CG とトリムどうしましょうかっていう話なんですけれども、まあ、入れられないんで、とりあえずね、CG はなしで、トリムがここに表示が出てるんですけど、今10.00になってるやつですね。緑のバンドの中に入ってれば、離陸することは一応できますのでね、この緑のバンドの中に入ってることをとりあえず確認していただければよろしいかと思います。はい。じゃあ、これでコンピューター一通り OK かな。もう一回ちょっと確認させてください。離陸のパフォーマンスまで入れた。V2186 のと絶対大きいな。多分フラップアップの計算になってるな。あとでまた速度見ます。ここはね、V2 の値にするんで、150、160ノットぐらいにとりあえずしておきますね。フラップ下げてからもう一回見ましょう。で、L ナブアームします。L ナブアームすると、ここに白文字で L ナブというふうに出ますね。これが L ナブがアームされたということで、離陸後に L ナブモードに自動的にモードが変わっていきます。ヘディングとコードはいいですね。よいしょ。大丈夫だな。チェックリストがね、電子チェックリストがこれ使えないんでね。ほとんど操作するところはないんですけれども、最低限飛行する上で必要な準備はこれで以上です。じゃあ、管制ね、やりたい方はぜひここから管制ね、デフォルトのものですけど使ってみてください。使わない方はここからプッシュバックしていきます。プッシュバックはシフト P ですね。どうやら90度曲がる方法が見つかったらしいんですが、私はちょっとまだ実験できてないので、まっすぐ下がりますね。AI にやらせてもまっすぐしか下がらないですね。とりあえずじゃあシフト P 使ってプッシュバックさせましょう。よいしょ。トーイングカーが動き始めますんで、パーキングブレーキをリリースしますね。これがパーキングブレーキのノブです。これを離してあげるとパーキングブレーキが外れます。ではプッシュバック中にエンジンスタートするので、ここのエンジンというのを押してエンジン計器ね、全部表示するようにしておきましょうか。プッシュバックしてくれるかな。ライトはね、触れないんでついたままです。APU のこのランライトもつかないですね。外部電源がね、しばらくアベールなんですけど、そのうち消えますので。本当は出発する前に外させる必要があるんですが、何もついてないんですけどね、外部電源がくっついてるっていう風な表示になってしまいます。
消えましたね。では、油圧ポンプはデフォルトのままで OK です。フィールポンプね、燃料ポンプ。今日はセンタータンクに燃料が入っておりませんので、レフトポンプとライトポンプだけオンにすれば OK です。下がりながら。このスターターのね、エンジンスターターがありますので、これをスタートの方に回します。そして、スターターのスタートに回したら、フュールコントロールスイッチですね。これでエンジンに燃料を送り込みます。まっすぐ下がるしかないんでね、ある程度下がったらプッシュバック止めます。同じシフト P で止まりますからね。エンジン回転数が上がってくると、飛行機が勝手に判断してエンジンに燃料を送り込むようになってます。787に関しては。ある程度下がったらシフト P で止まっちゃいましょうね。完全に止まったら、じゃあパーキングレーキセットしましょう。すべての機体がですね、どうやらマイクロソフトフライシミュレーターに入ってるすべての機体がパーキングブレーキがね、赤文字のウォーニングライトで、ウォーニングメッセージで表示されます。通常は787は白文字だった気がするんですが、ごめんなさい、間違ったらごめんなさいね。パーキングブレーキっていう、ステータスメッセージじゃないな、メモメッセージかなという感じで出るんですけれども、どの機体もね、パーキングブレーキセットすると赤文字が出ます。で、このマスターコーションライトっていうのが開いてるんですけれども、これをポチッと押してあげるとメッセージ消えますのでね、消してあげてください。ただし消した場合はね、これ外すのを忘れて、あれ進まない進まないってならないように気をつけてください。右側のエンジン安定したので、続いて左側のエンジンかけましょう。OK、じゃあフィールコントロールスイッチランですね。N2 っていうところがね、回転数が上がってきて、安定すると燃料が送り込まれてエンジンが着火します。そうするとエンジンの回転が始まってるわけですね。古い機体はブリードエアを使ってね、回すんですけれども、エアコンをオンにしてると十分な空気が得られないっていうんで、エンジンがかからないんで、エアコンオフにするんですよね。なので、もしね、真夏に飛行機に乗られた方で、767とかすごい顕著なんですけれども、767とか乗るとき、プッシュバック中ですね、すんごく機内が熱くなってくるんですよ。エンジンスタートのためにエアコン切ってるからです。で、エンジンがスタートすると、しばらくするとエアコンが効いてきて、また涼しくなってくるっていうところですね。それで、エンジンスタート直後ってすごい暑いんで、エアコン多分強めにかけるんですけど、地上だとね、エンジンの出力が低いんで、なかなかエアコン効かないんですけど、離陸する瞬間にエンジンの出力が上がるんで、エアコンの効きも急に良くなっちゃって、離陸した瞬間に寒くなって、ああ、毛布が欲しいってのはよくあるあるですね、飛行機の中では。はい、すいません、余計な雑談でございましたが、エンジンが安定しました。こうしたら AP をオフにしましょうね。あとは上は特にやることないかな。本当はね、ここでキャンセルリコールとかをして変なメッセージ出てないか確認するんですけれども、それもできないんで今日はなしでいきます。フラップを15まで出してみましょうかね、この場で。やっぱりそうですね。フラップをどうやら出すと、ここの速度が変わってくるみたいです。で、15にしたら V2 はね、150ノットになったんで、150ノットにしましょうね。よいしょ、150ノットにセットしました。VNAV はね、入れずにいきますね。多分 VNAV で、あらーってなった方結構いると思うんでね。よし、では、一通り準備 OK で、パーキングブレーキリリースして、ランウェイ16ライトに向かっていきましょう。よいしょ、あれ、視点変わんない。はい。ステアリングがね、結構難しいですね。前作のフライトシミュレーター10もタクシー結構難しいなと思ったんですけど、エクスプレインは割と簡単なんですよ。私の個人的な感覚ですけど。
とはね、非常に作りがいいですね。ちょっとね、4K モニターでギリギリできるかなってぐらいですね。4K モニターでやった方がやはり細かいところの描写が良くなって、こういう何て言うんでしょうか、変な波の動きみたいのがね、なかったりするんですが、やっぱり FPS にどうしても影響してしまって、上空は全然いいんですけどね、地上では結構、地上というか、まあ空港が近づいてくると、カクついてるかなっていう風な印象になります。全然曲がってくんないですね。よいしょ。だいぶオーバーシュートしましたが、このままいきますね。ラダーのセンシティブネスが下がってるかな。事前にコントローラーセッティングしたやつがですね、なんかよくわからないんですけど、リロードというか、シミュレーターを一回落として立ち上げた時とかに、キーコンフィグは残ってるんですけど、認識してくれないってことが、なんかたたたたありますね。なんでかよくわからないですが。おー、ターミナルに突っ込んでる。あららら。380が突っ込んでますね。まだまだバグが多そうですね。離陸までに特段やることは、ありません。フライトコントロールチェックとかはね、本当はやってると思いますけど、なぜかね、ヘルの動かすとラダも一緒に動く。あ、これ設定なのかな、もしかして。もうラダペダル動いてないですね。ラダペダル動いてないんですけど、飛行機が右左に行くんですよね。どうやって設定するのか、またちょっと調べてみます。もう右に曲がりますね。めちゃめちゃ難しいタクシーが。さて、ここがランウェイ16ライトの入り口ですね。今15かな、今15というところですね。ここから滑走路に入っていきます。滑走路に入るにあたって、まあ X に合図したりですとか、ストロボライトオンにしたり、ランニングライトオンにしたり、あとトランスフォンダーですね。本当はここ回すんですけど、これイノップになってるんでね、触れません。真ん中のオーディオパネル関係はですね、バトシムとかやるときは必要になりますけれども、まあ単純にね、このシムの中で IFR やりたいっていう方は、今は特に必要ないかと思いますね。またマイクロソフトフライトシミュレーターでバトシムにチャレンジする動画などね、これから作っていきますので、
今どうやらかなり重くなるという不具合が発生中でございまして、使えそうにないので、もう少しお待ちくださいね。非常に旋回難しいんで、ディファレンシャルブレーキなどうまく使われた方が曲がりやすいかと思います。ちょっとタクシー慣れてきましたかね。よいしょ。まあ大体まっすぐかな。マップのレンジはね、ここの ND のノブで回せますので、お好みに合わせてください。エルナブトガトガ OK。離陸前にフラップが下がってる、スタビライザートリウムがグリーンバンドに入ってる、パーキングブレーキはオフになってる、スピードブレーキがダウンになってる。これぐらいは見ておいた方がいいですかね。離陸するときに不要な警告音が鳴る可能性がありますので、オフにしておきましょう。それではね、よろしければこのまま行きます。ブレーキをリリースして、パワーまあ半分ぐらいまで足してあげてください。エンジン計器が落ち着いたらですね、動画はこれでいいかな。スラストレバーのこの前の四角ですね。ここにアクティブトガっていうスイッチがあるんで、これを押してあげてください。そうすると、スラストがトガスラ、トガまでね、入っていきます。80ノット超えてくると急にピッチアップしようとしてくるんで、このゲームに関しては操縦桿をね、ちょっと前に押し付けるような感じで待ってた方がいいです。車両がいりますけど、このまま行きますね。 V1、 VR、 V2 で、ポジティブクライムでギアラップとしましょう。で、エルナブがアームになってたのが消えてしまいましたね。どうやらこういうバグのようですので、とりあえずこのまま行きます。だいたい V2 プラス15ノット前後ぐらいのところをね、維持するんで、165ノットぐらいのところを維持しながら上昇していくイメージですね。マニュアルでやりたい方はこのままマニュアルでやっていただいても結構ですが、ここでオートパイロットを入れてみましょう。オートパイロットを入れると、スピード、エルナブ、VS というようなモードになりましたね。で、スピードをね、結構いきなり絞ってくるんで、V2 プラス15ノットぐらいに設定してあげましょうか。165ノットぐらいにしておきましょうかね。VS、この、上昇率のモードですね。まあ、3000フィートぐらいでよろしいかと思います。あくまでこの飛行機をなんとか IFR で飛ばすための工夫ですので、実際の飛行機の飛ばし方とは異なりますので、ご注意ください。3000フィートを超えたら、管制圏の速度制限とかあるんですけど、これが関係なくなるんでね、加速していったらいいかなと思います。リミットスピードとか書いてあるかな。フラップのリミットスピードってどこにも書いてないかな。じゃあ、これを巻き上げていって、ここは速度計なんですけど、上から赤いやつが降りてきたら、それより上には加速してはいけないんですよ、そのフラップの状態で。なので、それを超えないぐらいのところにスピードを合わせておいてください、最初は。いきなり250ノットにするんではなくてね。そうすると、本来 VS モードなんで、VS 維持しようとするんですけれども、VS 維持せずにね、結構低めで持っていってくれます。まあ、上昇をゆっくりしながら加速してくれます。非常に見づらいんですが、15とか10とか書いてありますね。このフラップセッティングで減速できる、まあ最低限の速度ですね。失速速度に対して一定の余裕分取ってるんですけれども、10に近づいたらフラップを10に上げましょうか。で、上げると次の数字が出てきます。5になったので、5が近づいたのでフラップ5にします。で、今度は1が近づいてきたので1にしましょうか。赤いバーが上に行ったんで250ノットまで行きますけれども、結構250ノット超えやすいんでね、245ノットぐらいで設定しておいてあげると割と安定して飛んでくれますね。で、フラップアップが近づいてきたらアップにしましょうか。だいたいアップスピードだと245ノットが今回はたまたま一緒ということですね。
これ以上重いと、おそらく250ノットを維持するのに、フラップ1にしておかないと多分維持できないですね。VS モードになってますので、パワーはあんまり出さないで上昇していくことになりますが、パワーをフルに使って VNAV モードでいくと、上昇率が8000フィートパーミリスとか9000フィートパーミリスとか、ものすごい上昇率が出てしまうので、安定した飛行を試したい方はね、今私がやったかのように、VS モードをね、うまく使ってやられるとよろしいかと思います。あくまで一つのアイデアですので、他にも、いろいろやり方あるかもしれませんが、一つのアイデアとして、受け取っていただければ嬉しいです。上昇姿勢が落ち着いたところでね、チェックリストないんですが、アフターテイクオフでフラップが上がっていること、上がっているとフラップの表示がなくなります。ギアもね、上がって表示がないことを確認しましょう。とりあえずこれで OK ですね。事前にコンピューターに入力しておいたので、LNAV というモードが入っていれば、経路は特に問題なくこのまま上がっていってくれるはずですね。まもなく1万フィートを通過いたします。このケーキがちょっと小さくて見えないよっていう人は、一応ハットがついてるんですが、ハットって多分本物こういう表示じゃないんですよね。下のケーキをそのままちょっとこっちに移しました的なハットなので、これもまあアップデートされるかもしれないですけれども、見えない方はね、こっち側の方がちょっと大きいんで見えやすいかもしれないです。1万フィートを超えたので250ノットの制限がなくなります。加速していきましょう。どれぐらいまで加速するかっていうところなんですけど、この VNAV ページを見ていただくと、まあ本当はね、イーコンスピードっていうのが表示されるんですが、先ほど入力したコストインデックスという数字に対応して、ここの速度が決まります。まあ入ってないんで、この下のトランジッション1万フィート310ノットっていうのを入れてみましょうか。クルーズページでもね、入ってないんですね、イーコンスピードって。まあ、計算する機能がまだ実装されていないということだと思います。なので、速度は、よいしょ、310ノットにしましょうか。まあ、3000フィートパーミニッツですけれども、加速するためにね、勝手に VS を抑えてくれるんで。PMDG ですとかクオリティウィングス、多分 VS モードにして、ここをパワー出しても、パワーが満タンに出るだけで、この状態だったら3000フィートパーミリスの上昇率を維持しようとして、なかなか加速しないはずですね。何度も申し上げますが、あくまでもこの787を飛ばすためのやり方というふうにお考えください。1万4000フィートを超えました。そうすると、1万4000フィート以上は、2992で規制、コード系規制する必要がありますので、ここのノブの STD と書いてあるとこです。スタンダードのボタンを押してあげてください。ここはね、緑色で、さっきまで2992992と書いてあったのがスタンダードに変わります。プリセットってできるのかな？ちょっといじらせてくださいね。プリセットはできないんですね。STD と表示されている状況で、ここのバロメトリックプレッシャーのノズルを、ノブを回すとですね、目的地の QNH とかを事前に設定することができるんですが、ちょっと設定できないようなんで、やむなしということですね。確か、バロメトリックアルツとレディオミニマムズのセットも確かできなかったと思います、この機体はね。着陸の決進コードをこれで入力するんですが、入力できないようです。スイッチの操作はできますけれども、反映はされてないですね。今日は QNH に関しては、出発地も目的地も2992ですので、まあ、これをカチカチ入れ替えるだけです。慣れるまではね、そのようにやられたらいいかなと思います。まもなく2万フィートですね。これね、2万フィートにして VNAV だと、じゃ1回実験でやってみますね。VNAV スピード。310ノットでおそらく乗ってきますけど、本物の機体であれば2万フィートで VNAV アルトというモードに変わります。ここのオートパイロットのモードは VNAV スピードから VNAV アルトに変わるんですが、変わりません。これがちょっと VNAV をおすすめできない理由でもあるんですが、変わらないので、
やむなしで VS にまた戻しましょう。3000フィートパーミニッツぐらいでいいです。で、速度310ノットに変えましょうね。はい、じゃあ2万フィートはもうこのままとりあえず放置で2万8000フィートまで上がります。ちょっとね、VNAV がまだまだ使い勝手が悪いんで、この VS モードだとちゃんとコード止まってくれます。ちょっと実験してみましょうか。2万5000フィートぐらいで止まってみましょうかね。2万4000フィートにしようか。2万4000フィート。すいませんね、せっかく景色の綺麗なゲームなんですが、中ばっかりですいません。ぜひね、いろいろ手順をね、身につけていただいて、その上で景色楽しみながら IFR ね、この機体で皆さん楽しんでいただければなと思います。モード変わったのは分かりますか？ VS というモードからアルトになりました。2万4000フィートという高度を維持しようとするモードに変わっているわけですね。なんで VS モードであれば自分が入力したコードに、持っていくことができます。じゃあまた改めて2万8000フィートに向けて上がっていきましょう。BS で今アルトモードになってるんですね。もう一回 VS をしたらいいかな。BS ですね。オートパイロットのモードか選んだら、ここの、3つの文字ですね、どういうふうに変わるかっていうのはね、確認された方が、いいかなと思います。ちょっとね、実際とは変化のしていき方が変わってる、違うんですけど、もう少しバーティカルスピード出してから2000フィートパーミニッツぐらいにしましょうか。高高度になればなるほど上昇率っていうのは悪くなっていきますもんね。やっと安定してきましたかね。飛行機安定してると思いますので、ちょっとだけ客室支点に行ってみましょうか。ちょっとこの光のちらつきが激しいですが、まあいいですね。ここのウィングのエッジの部分の境目のカラーリングが離陸するとおかしくなるっていう不具合があって、これもマイクロソフトに言いました。実際に見てもらったんで検証するというふうに言ってました。このちょうど翼のしなりの影響なのかなっていう気はするんですけれども、まあこんな不具合が一応ありますというところですね。富士山が見えるかなと思ったんですけどね、もう過ぎちゃった。そんな、非常にね、富士山綺麗なんですよね。あそこですね、富士山がまだ、ね、過ぎてなかったですね。あの角度からちょっと見えなかったですね。すいません。非常に綺麗です。非常に綺麗です。私の上げた動画で日本一周っていうライブフライトのアーカイブ動画があるんですが、その動画の Day2 ですね、2日目の方で富士山に最接近する動画を上げてるんでね、787でぜひ見てください。もう圧巻です、本当に。全然近づいても違和感ないぐらいリアルですね。行ってる間に2万8000フィートに到達をいたしております。よいしょ、コックピットビューに戻ってまいりました。さて、モードがアルトに変わってますね。この状態で VNAV を入れれば VNAV パスに変わります。あれ、変わらない。 VNAV パスになりましたね。VNAV が計算したパスに乗って、飛行機が飛行するモードですね。とは言っても、この VNAV ページのね、ネクストに行ってクルーズっていうページ開いても、2万8000フィートと N1 のリファレンスしか入っておりません。本当はね、ここにいろいろデータが反映されるんですが、今のところまだ何も入ってないですね。これからアップデートされるといいですね。さっきのアルトモードのままでも大丈夫です。
どちらでも大丈夫です。ウィンナブモードにしておくメリットはね、今のところないので、アルトモードでも全然いいです。さて、ではですね、到着の準備をね、意外とこの路線忙しいんでやっていきましょうか。まあ、アレンジをちょっと開いていただいて、まあ、お好みでいいです。もしですね、どの支点がいいかな。ここに半円のようなものをね、表示させることができるんですが、ウェザーレーダーですね、これ選択すると、まあ、余計なちょっとぼちぼちが結構出てきてしまうんですけれども、半円が出ます。で、これは今ね、レンジが160になってるんで、本当は数字が出てるんですが、40、80、120、160の線かな、が表示されてます。まあ、東名までだいたいあと80マイルかな、みたいなのが、これでわかりますね。で、VNAV が使えない状態で、皆さんお困りになるのが、TOD がわからないと。降下の開始のタイミングっていつっていうのが困るんですよ。VNAV が使えればね、この状態で勝手に降りていってくれるんですが、下のコードさえ選択すれば。28,100になってましたね。28,000に戻しました。どうやってやればいいか。本当にこの機体に限ってです。レグページを開いてください。レグページを開いて、ネクストページ。ランウェイ32レフトまで、距離を見てみましょう。246というふうに書いてありますね。これは本来であれば、各ウェイトポイント間の距離が表示される場所ではあるんですが、例えば、高台から大台までが10マイルとか、実際の距離違うかもしれないですけど、そういうふうに表示されるところなんですね。ただ、このゲームの中で、この機体に限っては、出発地から、ここの滑走路までの距離が表示されてるわけですね。羽田からランウェイ32レフトまで246マイルというふうに表示をされています。では、それをまず一つ覚えておいていただいて、あとは、降下をしていくにあたって考えるべきなのは、3度のパスで降りていくところが一つの目安ですね。大体飛行機、2.5度から3度ぐらいのパスで降りていきます。アイドルスラストだと。機種によりますけれども、機種ともちろん重量にもよりますね。厳密に言うと。まあ、大体3度パスぐらいで降りていくんだなというふうなイメージで計画されればよろしいかと思います。降下計画の考え方ですが、3度のパスを求めるにあたって、どれぐらいの距離から降下をするのかっていうのは、高度割る3で、大体求めることができます。例えば今28,000フィートで巡航してますので、フライトレベル280というふうに考えましょうか。280÷3、280÷3をすると大体93.33ぐらいですか。94マイルぐらいとしましょうか。サンドパスで28,000フィートから、まあ、大阪約0フィートとして28,000フィートを下ろすには94マイルですね、必要になります。で、プラスアルファで、速度が出てますので、この速度をね、減速させる分の距離も計算に入れます。本当にざっとですけども、10ノットあたり大体1マイルぐらいが必要になります。ということは、今300ノットで飛んでいて、310ノットかな。最終アプローチスピードは大体150ノットぐらいですので、今日の重量だと。そうすると、16マイルですかね。10ノットあたり1マイルと考えると、16マイルぐらいさらに余裕を取りたいと。さっきの94マイル足すことの16マイルしていただくと、大体110マイルぐらいですね。目的地から110マイルぐらいのところから降下を開始しないといけません。これプラスアルファで余裕を持ってた方がいいですね。さらに余裕を持った運行をするためにはね、綺麗に降りていくとはちょっと限りませんから。じゃあさっきのところに戻ります。246マイルですね、羽田大阪間が。じゃあ余裕を取って120マイルぐらい手前ってどこなんだろうというふうに考えたら、大体伊部野ぐらいじゃないですかね。伊部野、東京伊部野が126マイル、東京大阪が100に、え、100、240マイルぐらいというふうに考えると、伊部野から大阪までが大体120マイルかなっていうのは、これでなんとなくわかります。算数になりますけどね。単純に全体が240で、途中経過ポイント、伊部野までが120だから、伊部野から大阪までは120でしょうっていう、
そういう計算のやり方です。じゃあ、イベのあたりからね、下ろしていくっていうふうに考えてみましょうか。もうそうすると、もう本当に降りていかなきゃいけないんですよね。全然余裕ないですね、この便は。富士山も見てる場合じゃなかった。では、それを参考に一つ持っていて、あと、最終進入のね、アプローチスピードの話をしたんですけれども、これもまだ実装されていません。このイニットレフページのアプローチというところを押すと、本当はアプローチスピードを計算できるんですけれども、その機能はまだついておりません。だいたい、今日の重量、パフォーマンスページですね、42万ポンドぐらいだったら、150ノットぐらいで、アプローチすることができます。外部のアプリがね、いろいろありますので、それで大体のスピードも、ね、求めることができますのでね。もし必要でしたら、一覧表みたいなね、需要があれば作ってみようかなとはちょっと計画しているんですが、もし、ご希望があればね、コメント欄等にいただければ、なるべく対応できるように頑張ります。今日は最終スピード150ノットというふうに考えて、それに5ノットね、足して、フラップ30で降りてみましょうか。マイクロソフトに確認したらですね、ウェイトのカリキュレーションの、なんて言うんでしょう、システムがちょっとバグがあるというふうにおっしゃってますね。747が結構顕著なんですけれども、コンピューターが計算してくるスピードと、なんて言うんですか、実際の重量からのスピードが、ずれているような感じでして、一応ここにグリーンでね、フラップのこの参考のスピードが出るんですけれども、その通りに行くとなかなかうまく飛んでくれません。イベの通過しましたので、低いコードを入れて降下させていただきましょう。1万3000フィート大台というふうに言われますね。VNAV 使ってる場合ですね、VNAV パスというモードからここを押すと、ここですね、アルトインターベーションスイッチ、アルチュートホルドセレクターって書いてありますけど、ここをポチッというふうに押すと、降下していきます。VNAV スピードというモードになります。ただし、これものすごい突っ込んでいきます。まあ、これも実験的ですんでね、ものすごい突っ込んでいって、非常にね、大変なことになるんで、あまりおすすめしません。VS モードで下ろしていただくか、その場合はスピードね、自分でセットする必要がありますので、VS モードにしていただくか、このフライトレベルチェンジというモードにしていただくかですね。スラストレフ、フライトレベルチェンジというモードになりました。実際はスラストフライトレベルチェンジ、アイドルだったかな。 このスラストのモードがちょっと私も、あやふやですけれども、レベルチェンジモードでも、まあ、割とちょっと突っ込み気味では行くんですけど、速度を合わせるために。VNAV モードほど顕著ではないんで、しばらくしたら落ち着きますから、フライトレベルチェンジモードでも。これで様子見てください。で、喋ってる間に降下に入ってしまったので、これね、オートブレーキは3ぐらいにしましょうかね。だいたい初限が薄いて2300、2400フィートパーミッツぐらい出てますかね。今GS で430ノットとか出てるんで、サンドパスだともう単純にこの半分ぐらいですね。半分っていうのかな。2150フィートパーミッツぐらいがだいたいサンドパスですね。いろいろ簡易計算法がありますけれども、ちょっと言葉でね、ご説明してもややこしいかと思うので、分かりやすい資料みたいなのあれば、Twitter やインスタグラムもやってますので、そちらでお問い合わせいただければお伝えします。なので、今まあサンドパスよりもちょっと多めぐらいで降りてるかなというようなイメージで考えててください。1万3000フィートにした理由はね、大阪空港に侵入する上で、アプローチコントロールエリアとの管制移管コードですね、大台というポイントで1万3000フィートで通常指定されてますので、1万3000フィートでセットしているというような状況です。ただこれね、高いんですよね。通常の3度で計算するパスよりちょっと高めの
高度なんで、調整できる方は1万3000フィートで通過してスピードブレーキでもいいですけど、難しいなと思う方は特にこだわらなくていいです。あくまで飛ばすという意味合いで考えてください。ちょっと落ち着いてきましたかね。今私手元に大阪の ILS のチャートを出させていただいてますので、ちょっとお待ちください。よいしょ。本当はね、巡航中にいろいろセットしておきたかったんですが、終わってないところがあるんでね。本当の手順と同じようにやるんであれば、このキャンセルリコールで不具合がないか確認するとか、オートブレーキはセットしましたね。オートブレーキをセットする、アプローチスピードですね、ここでセットするとコンピューターに表示させることができます。これ入れなくても出てくることは一応検証したんですが、その数字はどうも怪しいと。で、おそらくカリキュレーションのバグだろうというふうにマイクロソフトもおっしゃってました。なので、私はね、どちらかというとちょっとエアスピードとピッチで最終スピードを決めます。だいたい150ノットぐらいかなと今のところ目安持ってますが、状況に応じて返させていただきます。あとはよいしょ、ごめんなさいね、視点変更がちょっとあまり上手ではないんですが、ここのナブレディオというページですね、押していただくと、ILS ですね、今チューニングしている ILS が出てきます。 ILS32 レフトスラント 110.10、 これが大阪の ILS の周波数と一致していることを確認してください。本来の表記ともこれはちょっと異なるんですね。本来は周波数が左側に書いてスラントがあって、確かコースだったと思います。322っていうコースが入るんですけれども、このゲームの中ではこういう表示になっています。これも、報告済みですね。上にコースっていうのがありますけれども、これはVOR 選択した場合のコースですので入れなくて結構です。ということで、787という機材をですね、737とか好んで頼んでおられる方は、ナブレディをどこに入れるんだというふうに思う方いらっしゃるかもしれないんですが、FMS で到着経路を入力すれば勝手に入る仕様になってますのでね、どっかでチューニングする必要はありません。だいぶ落ち着きましたかね。じゃあね、今回はオーダー1万3000フィートでレベルオフさせずに、このまま継続して降りていってみましょうか。だいたい無線聞いてると6000フィートかな、6000フィートとかで言われてると思います。実際の運行とは違いますのでね、 IFR やりたい方向けですので、そんなイメージで、見ていただければと思います。何度も何度も恐縮でございます。イコマイースト、そうですね、未来というポイントが6000フィートアバブという制限がありますね。未来というポイント、ここ6000フィート以上で通過するんだですね。で、1万4000フィート以下になったんで、このスタンダードというところから QNH2992 に書いてください。今自動的に変わりましたね。もしかしたらそういう仕様なのかな、私が押してなかったかな、もしかしたら失礼しました。で、今310ノットで飛んでますから、1万フィート以下は250ノットまで減速する必要があります。1万2000フィートぐらいですかね。2000フィートぐらい上のところからスピード絞るとまあまあいい感じかなと思います。ちょっと余裕持ってね、245ノットまで絞らせてください。割とすぐ減速するんですけどね、この機体で、この機体というかこのゲームの中では。787って非常に抵抗が少ない飛行機でして、減速したり降下するのが本当に大変らしいです。なのでスピードブレーキ必須の飛行機だっていう話をね、某外国パイロットの方からお話を伺ったこともあります。水平飛行で
減速してますね、ほぼ水平飛行で。もっと低いところでやっても大丈夫かもしれません、このゲームの中では。クオリティウィンクスとか多分こういう動きしなかったんじゃないかなと思います。徐々に徐々に降下しながらスピードも絞っていくというようなやり方だったような気がします。減速したのでね、降下率は落ちてますね。まあ280ノットぐらいです。ということはサンドパスはこの半分、140に0足して1400フィート、まあミニッツぐらいがサンドパスですね。まあサンドパスよりちょっと浅いぐらいのところで飛んでいます。ウェザーレーダーがこれどうなんでしょうね。まだ実際のレーダーエコーを検知するようには作られていなかったんじゃないかと記憶しておりますが、まあいずれはアップデートされるではないでしょうかね。まもなく1万フィート通過になります。通常であればね、ランディングライトをここでオンにしてっていう感じですけど、オンのまんまなのでね、このままに行きましょうね。高度の確認をしてみましょうか。まもなく大台というポイントですね。すいません、して引導は失礼します。大台まで197マイル。ネクストページ。まあ145マイル。ということはまあ40マイルから50マイルぐらいですね。40マイルって考えると3、4、12で1万2000フィートぐらいか。サンドパスだとね。1万2000フィートぐらいで通過してもいいところを9500フィートぐらいで通過してるんで、まあ低めでは来てますけれども、減速分考えるとね、あと100ノットぐらい減速するんで、プラス10マイル、1マイルあたり300フィートがサンドパスなんで、3000フィート分か、まあ、1万2000フィートから3000フィートってだいたい9000フィートぐらいで通過するのが妥当かなというような計算になります。口で説明してるだけでね、非常に分かりにくいと思いますけれども、繰り返しちょっと聞いてみてください。いろいろ計算の仕方はちょっと一生懸命口頭で述べてるつもりではございますが、まあ、概要欄のところなどにね、これから計算の仕方などね、どういう計算したのかなどを書いておきますので、まあ、大台通過ですね。大台9000フィートぐらいでって話だったので、まあ1000フィートぐらい今低めで飛んできてるかなというようなところです。いずれにしろ未来がね、6000フィートっていう制限があるので、まあ6000フィートで一度高度止まらざるを得ないかな。未来までに多分6000フィートに到達してしまうのでね。山も綺麗ですね。本当に前作は山にね、髪の毛じゃない 木がね、ちょろちょろっと生えてた、非常になんか寂しい山々な感じだったんですけれども、ねえ、今木が一本一本精密に再現されてますからね。これも全部自動生成みたいですね。あと1000フィートで6000フィートに到達します。
6000フィートでこのままレベルオフ1回しましょうかね。水平飛行に移りましょう。6000フィートでレベルオフするためにパワーを多少足そうとしています。そのためにちょっとスピード250ノットオーバーしました。ちょっとね、こういう挙動があるんで、スピードを少し少なめに設定しておいてあげた方が制限速度を超えずに済みます。おそらく6000フィートで、ね、アルトモードになると思います。スピードアルトに変わりましたね。245ノット6000フィートで、水平飛行するように今コマンドされてますね。まあ、少し余裕を持ったオペレーションになりました。まあ、もともとね、計算した値にかなり余裕を持たせて計算というか計算結果出してるのでね。110マイルぐらいでいいところを120マイルで下ろし始めたので、10マイル余裕取ってるんですね。10マイルの余裕っていうと、まあ3000フィート分ぐらい。いろいろ言ってますが、まあ未来まであと10マイルぐらいで、減速分考えると、まあやっぱり計算は合ってますね。計算よりちょっと余裕持って降りてきたんで、ここで水平飛行が発生してるってことですね。ヘディングモード全然使ってなかったですね、これ。まあ大体自分の進路に、現在進路に合わせておく感じでよろしいかなと思います。今自分が飛んでるヘディングに合わせておくっていうのは非常に有効で、特にこういう、突然ね、コース外れて飛行してしまうようなリスクがある機体に関しては、あ、コース外れ始めたと思ったら、ポチッとヘディングセルを押せばね、今飛んでたヘディングでそのまま飛んでいってくれるんで。非常に有効な手段ですね。未来を過ぎたら、イコマが3500フィートですか。じゃあ3500フィートにセットしましょう。アルトモードになってるんで、今ここを動かしても降下は始まりません。3500フィートにセットしました。で、スピード減速すると、フラップのマニューバリングスピードとリファレンススピードが勝手に出てきましたね。今回はたまたま145ノットがフラップアップスピードぐらいですね。今フラップアップの状態でこのスピードまでしか減速することはできません。もう少しね、250ノットのまま245ノットですけど行きましょうかね。未来を通過したら3500フィートに向けて下ろしていきます。モードはね、またレベルチェンジ、フライトレベルチェンジ使ってもいいですし、VS モードでもいいです。VS モード使ってみましょうか。VS モード。1000フィートパーミニッツぐらいにしてみますかね。今260ノット出てるので、1000フィートパーミニッツだと全然サンドパスにも行ってないですね。1300フィートパーミニッツぐらいがだいたいサンドパスですので、それより浅い計算です。徐々にスピードを絞り始めます。フラップス1にすると、ここに1という数字ができますね。そこまで減速することができますので、フラップ1スピードにセットしてあげてください。78ならね、非常にフラップの刻みが多いんで、どのように使ってるのかはちょっと
いつも聞こうと思って忘れるんですけど。じゃあ、さらに減速します。フラップス5にすると、5のあれが出てきますんでね、緑の色が出てきますんで、5まで回します。VS 全然維持してくれないですね。なんか速度もすごいし、減り始めましたね。パワーが足されない。フライトレベルチェンジモードにしましょうか。フラップス15に変えますね。10にしようか。よいしょ。速度が死んでしまってるんで、フラップス15まで下げます。ちょっとね、こんなに突っ込むと怖いんですけれども、やむを得ずというところで。速度がついてこないですね。ちょっとこういうバグがあるのかな、もしかしたら。VS モードに変えたらまたパワーが入ってきました。信頼性という部分でもちょっとまだ怪しいところが実はありまして、フラップ15なんで、もう少しスピード上か、この辺ですね。このフライトレベルチェンジモードと VS モードをね、ちょっと入れ替えてみてください。そうするとさっきみたいにスラストがちょっと全然追従してない状況だったんですけど、そこから復活することができました。さっき余計な突っ込みがあったので、3500フィートまでもうすでに降りてしまってますが、最終的にね、グライドスロープに3500フィートで乗っていきますので、3500フィートでアイレスをキャプチャーしていきます。2コマを回るとね、最後の、最終進入コースの直線に入りますので、その後に、アプローチモードプッシュします。ヤオ空港は見えてますね。まだ読み込まれてないんで、ちょっと綺麗に出てないですが、中の V ナンバーは難しそうですね。さっきみたいにフライトレベルチェンジモードと VS モードをうまく駆使していくというところですかね。いいコマでローカライザー寄ってきてますね。じゃあアプローチプッシュしましょう。アプローチスイッチこれです。プッシュするとローカライザーキャプチャーしましたね。ローカライザーキャプチャーに、ローコースにこれで乗っていきます。グライドスロープのシグナルもちゃんと受信していて、ここに GS と出てますね。なので、グライドスロープ自動的にキャプチャーするモードになってます。ギアダウンのタイミングはまあいろいろあります。一番ベーシックなのは、グライドスロープキャプチャーするぐらいにギアダウンをしてっていうのは、まあベーシックなやり方ではあるんですが、騒音軽減ですとか燃費削減のためにはなるべく遅らせた方がいいので、これね、3500フィートとかもっと高いところでアイレスキャプチャーするとこ、羽田でもありますけど、そういう場合は、出すのを遅らせても構いません。今日はね、出しましょうか。ギア出しますね。フライトスロープキャプチャーしないですね。キャプチャーしました。おお、ドキドキしました。 フラップスをじゃあ20まで出します。スピードがね、ここに出てます。フラップス20スピード出てるんで、そこまで上げ下げますね。だいたい2500フィートぐらいからやり始めても間に合うのは間に合うと思います。フラップスを1回25にして、ディファレンススピードは出てるんですけどね、ディファレンススピードより25スピードの下だな。とこういうのはまだバグがありそうかな。ラップス30にします。まあ149ノットぐらい出てるんですが、ちょっ
どうしようかな。154ノットにしてみて、これでどうかな。ランウェイ見えてますね。ハイレースにちゃんと乗れています。やっぱりちょっと、だいたい最終進入コースに乗ってる時に適正なピッチって1度2度ぐらいなんですけど、マイナスピッチになってしまってるんで、これは多分エネルギーが多いってことなんですよね。なんでちょっと145ノットぐらいまで絞らせてください。これでもちょっと多いぐらいかもしれないけど。ここはね、まだ正確に反映しきれていないところなのかもしれません。失速することはとりあえずないですね。イエローバンドとレッドバンドもっと下にありますからね。ミスターアプローチ RG 中と一応5000フィートにセットします。5ラウンドした場合5000フィートまで上昇という経路になってますが、入らないんですよね。ミスターアプローチの経路が入らないんですよ、これ。まあ、ナブデータの問題なのかなと思いますけど。なので、ゴアラウンドしてしまったら、ご自身で飛ばれるか、ダウンウィンドに入るかなどですね。エルナブは使えなくなります。このままオートランドしてもいいと思います。ロールアウトとフレアが入ってるんでね、オートランドモードが、スタンバイになってますね。見づらいという方はね、ハット出してみてもいいんですけど、中心がね、どうもずれてるんですよね、ハット。機体の中心とずれてる、ちょっと扱いづらいかなっていう感じします。なので、ハット出しておいて、エンジンケーキとね、下のケーキの、グライドスロットローカライザーのポインターもこれ見えないんで、上ではね、こういう風に出しておくぐらいがやりやすいかなと私は思ってます。オートパイロットディスエンゲージはここのスイッチでできます。PP となりましたね。で、オートスロットのディスエンゲージは、本当はここのスイッチなんですけど、ちょっと触れないみたいなんで、これでオフにします。ハブスイッチオフにしないと消えないですね。こんな感じでいきましょうか。フライトディレクターが実はあんまりいい仕事をしていなくてですね、フライトディレクターをフォローしてもちゃんとアイレース乗れませんので、ローデータですね、アイレースのグライドスロープとローカライザーのポイントを自分で見ながらでないとうまく合いません。タッチダウンしました。すごいノーズアップしようとするんでね、リバースアプライして、リプレイ機能がないのは非常に残念ですね。ブレーキ踏み込んでもオートブレーキが外れないんで、これでオフにするしかないですね。B3 みたいになってますね。なんとか、これで降りることができまして、フラップを上げて、スピードブレーキレバーを下げて下がってますね。ブレイクするときスピードブレーキレバーあんまりしてなかったかな、もしかして 大変失礼いたしました。ここね、カチッと1回やるとスピードオートと開いちゃった。リバーサーが立ってるからですね。
上空飛んでる時だけかな。上空飛んでる時だとこれはカチッと入ってアームドに入るんですけど、着陸した時にスピードブレーキのすれば音がしなかったような気がするんでね、立ってなかったかもしれません。大変失礼いたしました。こういうのね、防止するためにチェックリストはあるんでしょうけど、ちょっとね、今回やってませんでしたので、私のミスでございます。大変失礼いたしました。滑走路を渡ってね、スポットの方に、行くんですが、あまりね、ターミナルはちゃんと再現されていないんですよね。それはしょうがないですね。黄色い飛行機がたくさんいますね。どうやらね、海外ではもうリペイントに成功された方々がポロポロと出始めているようでして、日本国内でもね、一生懸命リペイントされている方がいますんでね、非常に楽しみにしております。やっぱりね、現実にある飛行機の方が、もしくはね、自分の、弊社にもステイホームエアラインズのカラーリングございますけれども、そういう方がね、やっぱり盛り上がりますよね。ボーディングブリッジがないんで、向こうまで行きましょうか。こが9番スポットとかかな？スポット空いてないか。スポットが空いてないですね。では向こう側のスポットまで行かないとダメですね。着陸してから大変お待たせをいたしております。こっちがもう一個先か。こっちが9番とか10番スポットか。こっちはボーディングブリッジは一応ありますね。でもあるところには機体がいる。いないですね。じゃあそこに入らせてもらいましょう。入る前にね、必要でしたら APU 回してください。ゲームの中ではね、ブロックインすると自動的に外部電源が使えるようになりますので、今回回さないでいきます。ね、グランドハンドリング系のアードオンもね、早くできるとまたリアリティが増して非常に楽しいんですけれども、スプレイのね、ベタープッシュバックとか、ああいうのができると非常に便利ですね。よいしょ。止まりました。よいしょ。じゃあパーキングブレーキセットしますね。パーキングブレーキセットすると、これがつくんで、消しちゃいますね。アベイラブルになってますね。これが外部電源のスイッチですので、全部オンにしましょう。これで燃料をオフですね。フュエルコントロールスイッチをカットオフすることで、エンジンが止まります。ドロップしてエンジンが止まりました。本当であればこれね、シートベルトサイン消してお客さん降りてもらって、油圧ポンプオフにして、燃料タンクは触れるのでオフにしましょうか。このビーコンライトっていうね、赤いチカチカしたライトをオフにすると、エンジン止まって、安全な状況になりましたよという合図の一つなので、
地上作業がこれで開始されるというような形になります。ディレクターオフにしましょうか。この辺が消えないんですね、全部は。はい、ということで、無事に大阪伊丹空港到着しました。ライブフライト形式でやりましたので、ところどころちょっとミスも、入りましたけれども、ざっとこの飛行機を IFR で飛ばすためにはどうしたらいいのか、どんなアイディアがあるのかなっていうのをね、ところどころに散りばめてやらせていただきました。ぜひね、ご参考にしていただいて、マイクロソフトフライトシミュレーター2020、これでもね、皆さんで IFR、もちろん VFR も楽しいですけど、IFR で楽しむことができたらなというふうに思います。では、本日のフライトは以上です。どうもご視聴ありがとうございました。また次回のフライトでお会いいたしましょう。失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ステイホームエアラインズのフライトがお送りしました。よろしければチャンネル登録お願いします。